ください。お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけでですね、今回は視聴者さんとキャンプ使用企画第2弾でございます。イェイ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 。前回ですね、第1弾ということで、国内メーカー国産ギアだけでキャンプしてみたってことで、また視聴者さんとキャンプしたんですけども、今回はその第2弾ということで、その方が山林をレンタル、いや、山林の一部をレンタルしてるらしいので、そちらの山にお邪魔してですね、野営を楽しんでいきたいと思います。あ、もしかしたらなんですけど、その方もね、 YouTube をやってる方なので、もしかしたらご存知の方がいるかもしれませんので、まあ、その辺もですね、楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はキャンプ動画。最後かもしれないだろ。あるんだ。でしょ。あ、すごい。だから全部話しておきたいんだ。この間ね、よし、じゃあいただきまーす。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとやっていいですか、やっていいですか。まずいわけがない。ない。人のカメラでやるっていう。まず薪がまだね、薪というか丸太なんですよ。こんな状態なんで、これは割れないじゃないですか。これはさすがに厳しいですね。これどうするんですか。これノコギリだとちょっと多分厳しいと思うんで、ノコあるんですけど、ノコとチェーンソーがあるんですけど、どっちがいいですか。チェーンソー使ったことないですけど、大丈夫ですか。大丈夫です。安全にちゃんと正しい使い方すれば大丈夫なんで、ちょっと教えてもらっていいですか。多分もう全然。じゃあチェーンソーでやってみますよ。やってみましょう。これだったら太い丸太とかも、よいしょ、これとかもちょっと挑戦してみます。すげーの出てきた。すげーの出てきた。これエンジンのやつなんで、はい、ガソリンも入れてあってオイルとかも入ってるんで、はい、であとはもうスイッチ入れて起動すればいいんですけど、これがチョークなんですよ。はい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 。ここチョークを引いて、チョークを引きます。あとここがですね、あ、まだ取り固まって、これが前に押すとロックかかるので、うんうん、これで安全にエンジンかけられるん で、うん、であとはこの状態、ここがスイッチなんですよ、はい、これを上にオンにし て、であとはあのよくあのテレビとかで見るこれですね、スターターをガッて引っ張るんですけど、ここが、はい、ただ地面に置いた方がいいです。地面に置いた方がいい。そこでその右側の手前側に足をところがある。あ、ここですか。ここ踏んじゃっていいですか。そうです。この出っ張ってるところで踏んで、これを踏んで、でまず2、3回引っ張るんですよ。え、立った方がいいかもしれないですね。で、引いてるとガーンってなるんで。うわぁ、
これは文明の力すげえことになってる足これがブッシュクラフトかちょっと払ってもらってであとはじゃあこれを巻きにしましょう。はい、でもこんな丸太割ったことないっすよ。そうですか。はい、あのキャンプ場で売ってるやつ、うんうんうん、でも基本一緒なんですよこれ。普通にまあ、まあ、一回ちょっとやってみましょうか。はい、お願いします。レクチャー先生、俺がもやってみるでしょ。え、これもう普通にこういう感じですか。そうですね、だからまずは刃を食い込ませなきゃいけないので、うん、食い込ませて、あとはキャンプ場の巻きと基本が一緒なんですよ。全然割れないです。それを頑張って割ってください。嘘そうやってやったか。そうそうですね、そうやってやってるのもいいし、ただ実はそうやってやってるといつまでたっても割れないんですよ。確かに。なんかコツがあるんですか先生。食い込ませた後にこれ逆さまにしてこうやってやっていくと簡単に割れるんですよ。あー、なるほど、さすが地元のヤンキー。地元のヤンキー地元のヤンキーってどういうことおお、割れてる。おすげえ。ちょっと湿ってるから硬いですけど。なるほど。簡単に割れるんです。刃を食い込ませて逆さにすると。はい、そうですそうです。これちょっと節がいかついやつ。節がすごいですけど。こういうのな持ってんだよな。じゃあやってみましょうか。入ったら逆さまにして。あべ。入った。で。逆さまにして上からトントン。入った。まあ、端っこ一回切っ割っちゃうといいですね。おいくじゃないですか。行きましたね。節がエグいですね。いやでもね節あっても。まだ割れてない。おなんかあんまのアニメの傑作技みたいだった今。びっくり。こういうこともある。きつい。きつい。最後にただの重労働。まだ。鹿労働所かここは。今日の支払いはのっぺりかなんで。よし。行きましょう。いやなるほど。物だけだとこういう感じで謎の虫が取れたかモザイクかかる感じだね。チートアイテムあるじゃないですか。こういうのもあるんで。ててチートアイテム、これやってみたかったんですよね。キンクラの中華パズル。なるほど、じゃあやってみます。あ、結構重いですねこのハンマー。そうですね、この重さで。そういうことか。おすげえ。これ楽しくないですか。楽しい。これは楽しいぞ。行きましょう。おお。子供もできそうですね。そうですね。おお。気持ちいい。怪我しないですからね。怪我しないですね。おお、これもともとなんか交わりをしているお母さんが危ないからって言うんで、娘さんがこれを考えて考案したらしいです。娘さんがお母さんのために。うわ、めっちゃ楽。パッカパカ割れますね。これいいっすね。もうこんなんですよ、ほらもう。これ徐々に絵が地味になってこれの出番です。ててジンジャーさんのケース開けて、これを開けると慎吾さんのタガネ猫色。その声使うから。あ、このハンマーがすごくいい。ほら、ほらほらほら、やっぱハンマー重い方がいいっすね。これトップで持っていけないですけど。確かにね、やっぱこのタガネ優秀なんだよな。ほら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 。
おお、やっぱ節がすごい。でもいけちゃう。高めどうでしたか。これ最高ですね最高ですね。使い終わった後はジンジャーさんのケース、ここがねちょっと丈夫な生地になってるんで、これ入れてもらえる。丈夫な生地って何ですか。詳しいことはツイッターのジンジャーさんのアカウントに DM お願いしますはい、ありがとうございます。チェーンソーマンが現れたぞ。チェーンソーマンだ。レイギョやこういうのも割ってみましょうか。おブルーズしないと叩かれちゃったら。ブルーズしないとヨッチがうるさいからヨッチがうるさいあれヨッチさんの挨拶ってなんだっけ。え挨拶ってどんなのだっけ。どうもヨッチですみたいな。どうもヨッチです。じゃあお結構ね、パコンっていきますか。おお、お分かりいただけただろうか。ここからの舐めのアングルめちゃめちゃ犯罪者っぽくなってる殺してそうな顔してる何叩いてんだお前みたいなね。まあとりあえずこんなとこにしてみましょうか。うん。まあそこにあるんですけどね、割ったやつがね。やり終わった薪がこちらにありますこうなります。これもしっかり乾燥もさせてますし、こっちにまだ枝もあります。これはまた次回私が使わせていただきます。乾燥させていただきます。すごいサービスが豊富な野営地だなあ、俺も回ってねえし。マキコさん、ここまでどうですか。あ、もうお家帰りたい。もうお家帰りたい。これがでもまだまだですからね。あ、まだクラフトまで行ってないので、こっからはこれからいろいろなんかこうブッシュクラフト、はい、まだ林業なんでね。あ、いよいよブッシュクラフトしていければいいかなと思うんですけど。ブッシュクラフト何を。テーブル作ったりとかね、はいはい、あと今日ねタトラギを一つも持ってこないっていう縛りやってるんでこの後お箸とかちょっと作ろうかなと思ってます。よろしくお願いします。これは何すか。え、これって何すか。これライジンライカ知らないですか。あ、すいません、ご存知なくて。エボリューションマウンテンのライジンライカっていう。でも今日はこっちに本来こう火をつけてやるって言うんだけど、こんな感じで、うん、はいはい、あ、それでつけちゃうつけちゃった。茶番キャンパーですかこの人たち。茶番キャンパーですね。あの動画のことを全く考えないっていう、はい、こういう素晴らしいねギアがあるんで、ぜひインスタグラムの方チェックしてください。燃えてる。いい感じで。さすが日本製のダックロットの竹部大吉。ちょっと何人気にしてるんですか、やめてくださいね。はい、終わりも一応。おお、素晴らしい。この辺のもこの辺の最初の。野営感溢れてますね。それは日本産ですか。日本産のお次ですよ、ね。本当ですか。わざわざ海外から仕入れたよ。おお、いい感じだ。じゃあ僕もね焚き火やっていこうと思います。で今日は火付けにこんなのを用意しました。これね実はもらいもんなんですけど、これ白樺のね、ブッシュクラフト最高あ、なんだ、ここまでアップにすると本当はなくなる。大丈夫ですか、一回ニコチン吸いますかそうかちょっと一杯しようか
ニコチンごとく。ね、ヤニカスはね、5分1回吸わないといけない。1工程につき1泊ですよね。一発着火狙っていきましょうか。やべ、村井門でやるの超緊張する。さあ、じゃあちょっと行きましょうか。せーの。おー、来た来た来た。おー、めっちゃ、うわ、ちょっと待って、ちょっと燃えすぎでしょ。ミスって欲しかったなこういう時に成功しちゃうんですよね。スキルの高さが出ちゃうんだよな。おーい。あー、消えた。消えた。白いよっていう目したな今。するなよ。夫婦するなよ。夫婦するなよ。ちょっと全然カメラが収まってるんです。お、片手じゃ難しいです。さすが、さすが、土いじくってもう1年ですもんね。そうですね。もう一発ですよ。これだけ土いじくってると火つくのも早いですね。なんだ、もうディスられてるんだもん。さっき土いじる系って言ったのに、ね、さ、マイクが燃えそう、マイクが燃えそう。マイクももうね、マイクのふわふわさえなくなってきてるんですよ、ね、もうね。とりあえずご飯にします。あ、じゃあご飯食べるなら箸作んないとですね。ネコリさん、ブッシュキャンプ楽しいですか？楽しいっすね。どの辺が今楽しいですか？まだ薪割りしかやってないですけど。まあ薪割り楽しかったですか？もう雰囲気が違うもんね、ここね。もう山の中ってやっぱ違うよね。何が違うんですか？ん？何が違うんですか？やっぱパリピないじゃん。あのクソみたいな。野生のパリピが現れた。ゆうこさん、社長インタビュー系の動画はどうですか？何、社長インタビュー系って。じゃあ質問が来たんですよって。何なんですけど、どうすか？コメント読むやつ。そうそうそう。アンチコメントしか来ねえんだよ。ここで炭を起こしましょう。これはね、岩手切り炭っていう、はい、いい炭なんですよ。これでね、炭火焼きするとうまいんだよな。どううまいですか？え、食べてみればわかるよ。もう今からなんですけど、あれ炭のこしきが実はあるんですか？おかしいな。この中に入れるとどうなるんですか？入れるとなんかいい感じに炭がボーって感じになります。煙突効果が出てこない YouTube。 あれがあんな感じで結果いい感じになります。でもこれ本当に燃焼効率いいな。これいいっすよね。いいな。燃えすぎるんですけど、これちっちゃいのが出るんですよね。そうそう、これの S サイズがあって、さらにそこちっちゃいやつ出るんですね。ソロ版がね、あれかわいいよね。超欲しい。これ本当に着火剤入れた方がいいっすね。本当はね、いい感じですけどね。ジェルがあったの。うわ、不思議。あちゃん。油谷さん。油谷さん。楽しいキャラが生まれる。確かに前にまずテーブルがないと作業できないです。あんまりね、丸太割っちゃうとね、普段の生活困るんだよ。なるほど。中継座のとこから取ってきますか。あ、ナイス。じゃあこの丸太を、この丸太を輪切りにしてテーブルにします。ここからどうやってテーブルにするんですか？これもうこれでテーブル。おお、すげえ。どうですか、使い勝手？まだ使ってないから分かんない。早いんだよ。早いんだよ。使いやすそうですか？使いやすそうだね。どの辺がですか？ほら、だってここファットウッドみたいになってるよ。これファットガチで。貴重な。一枚ぐらい。焚き付けしましょうか。
つない。あの一家に一台ってなんすか。あのちょっと掘り返すのやめてもらって。あでもいい感じですね。えもうできてる。いや、まだ10分経ってない。明日の方も真っ赤。今日のお昼ご飯は何ですか。焼き物はいろいろ買ってきたよ。ほらお肉もあるし、若者はお肉がいいでしょ。おいしそう。まあ、酒のつまみばっかり。あこれ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 がメイン。焼きがきしよ う, うわやりましょう。いいですね。その前に何作るんでしたっけ。箸でも作んないと食べれないですね。まずレクチャーを。レクチャーは箸の作り方バトニングします以上。ローズアップするほどのことってことでもないですよ。あれ牛がある。なるほどね。おそらくあの枝で喉を痛めると思うんですけど、あのその前のご気分はいかがですか。そんなことないよ。ちゃんと作れば多分。ほらもうできそうだよ。ほら箸もういいんじゃん。これで削っていけばもう箸じゃない。ちょっと太いな。ちょっとトゲトゲしてるかな。うっせえな。もういいんじゃないこれで。これでもうほらこうやって削っていけばね。先生どうですか。つかみでいいんだから。怖い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 。全然大丈夫。これフェザースティックできますか。フェザースティックのもういっちゃうバージョンでしょこれ。フェザースティックでいっちゃうんですか。フェザースティックでいっちゃう。そう。フェザースティックはこう寸止めするじゃんこれ。はい。それはもういっちゃう。あ、いっちゃう。いっちゃう感じで、もう先っぽを尖らしていく。いっちゃった時のフェザースティックの気持ちってどうですか。いっちゃった時のフェザースティックの気持ち？はい。そう言っちゃっていいんですか。あ、どうぞ。こっちに向けるなカメラを。カメラをこっちに向けるな。それ用の顔作ってないんじゃん。やっぱすごいな。バラエティチャンネルだけやってるよな。難しいんだよね。そうですね。これグルケになっちゃうと。自分のカメラ我慢してる。ちょっとこれいいんじゃん。ほらどうこれ。うわ、ま、ほら。ほらお、すごい。ちょっと食べてみてくださいよ。ちょっと食べてみる。ちょっとじゃあこの辺美味しそうだな。つかめない。つかめない。全部削ってんの全部猫さんとかに飛んでて。あれこれパワハラかな。あとこれって迷惑系 YouTuber ってやつですか。あの地元の力かな。あ、そう地元の先輩。それは何も言えないです。すいません。あらがえない力関係がパワーですね。マジで、はい、あの地区だけはマジで逆らえないんです。あの地区だけは本当に気をつけないと。隔離されてるとか。昔ってどんな感じで荒れてたんですか。え昔どんな感じで荒れてたんですか。使えないからちょっとね。そう YouTube 使えないから。ああ。ちょっとピー音だけでもいい。ナックルスちょっと呼んでしまって。実はナックルスの方で掲載しますんで。あ、なるほど。はい、あの Z リー呼んできてください。あ、どんな感じですか。うまっ。ちょっとボコボコだけどまだ。あーすごいっすね、すごいっすね。もう箸っぽい。あ、おじさんのチュパチュパが。あ、でも本当太さはちょうどいい。使える使える。すごいな、やっぱ細い方がいいのか先っぽ。ただ折れるんですよ多分。あーでもやっぱ猫さんは太い方がやっぱり太くなっちゃってんですね。二児の父親だけあって関係あるそれ。わかんない。大黒柱だね。あでもほらさっきより。あーすごいすごいだろ。ほらほら。あこれなら食えるんじゃない。いくよ。食えるかな。いくよ。あーあーうん。
喉に詰まるわこれ。あでもいい、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん、ほらいい感じ。あすいません、あのちょっとうまく撮れてなかったんで。ちょっと待って待って。あでもいいや、これでいいね。あ素晴らしかったです。ありがとうございます。伝説の。あのそれ僕にください。俺が口に入れたけどいいの。グループ YouTube やりたいな。いや本当に。一人じゃ湧かないアイディアとか湧くからね。あそういえば玉キャンの方は。どうしたんですか。グループ YouTuber としてやっぱり。グループ YouTuber ではないからね、あれは。あ、違うんですか。違うです。あれはもう。豪の衆ですか。あれはあの息抜きです。あ、息抜きです。おじさんたちの息抜きとして存在する。おじさんたちの息抜きです。なるほど。あれさっきチュパチュパしてなかったでしたっけ？それ2本目ですか？2本目です。ネコルさん用に作ったんですか？ネコルさん用に作ったやつです。これ。ああ。なるほど。ほら一回ちゃんと使い心地確認しないと、ね、これが日本の技術です。ああはい、これがもう使い心地いいですよ。ほら掴めるし、ね、ショコラ綺麗。あ掴ますね。いただきます。ちょっと待って、これ想像以上にエグかった、ね。クラフト楽しいですね。楽しいよね、ブッシュクラフトってね。何が楽しいですか。ん？やっぱりさ、はい、まあ、こうナイフ1本しかもう持ち物がないっていう中でもさ、はい、こう想像できるじゃん。何ですか。あのエッチなことを想像する方じゃないよ。あ、はい、作る方だよ。いやちょっとエッチの方がよくわかんなかったんですけど。なんでいい人ぶってんだ君は。あ違う違う、そう。え、ブッシュクラフトでエッチなんですか。ちょっと待って、ブッシュクラフトでエッチつなげないと。待って、とんでもないことになるから。エッチなブッシュクラフト、あバズるかもしれない。最近エッチなブッシュクラフトいました。いや最近確かにブッシュなエッチクラフトじゃないんだけど。エッチなブッシュクラフト初めて聞いた。その日本語。もうこれ編集大変だなこれ。ほらめっちゃいい感じじゃない？あ、ほら。うわすごい。マジで。猫さん用に。はい、あ、あめっちゃ猫ない？これほら。割り箸でもほぼ。え、ちょっと。これ。まあ、長さはねあれだとしても。はい。これどうですか？ちょっと使い心地試してみる。はいはい。うわすごい、掴みやすいよ。ほら。はい、え、これを。体張るなぁ。もう大丈夫かなこれ。みんな勉強になりますとか。勉強になります。うわうまそう。ほら。ちょっと寄りましょう。名前しか聞いたことないけど、ベルモントラ。ほら、もうすぐ焼けそう。うわー超うまそう。違うの。猫タンいただきます。猫タン、猫タン。うらうまそう、いただきます。うん、三輪で食べる牛タンまずいわけがない。お肉はあのうるせえ黙れ。スペース呼ばれなくなるぞ。いけないからやっぱみんな怖くてね。あのリ俺それ知らなくて恥ずかしい思いしたことなくてさ、最近あった恥ずかしい話だね。バラエティ路線に持ってくんだよ。なんで最近あった恥ずかしい話ってよ。キャンプ系 YouTuber の動画でそんな話出てこねえんだよ。サイコロ振ってるのかなと思って。はい、いっちゃいます。いっちゃう。チュッ。いただきます。あ、結構怖い。全然薄くないよ。うん、結構濃いめじゃない。うん、ああからのビールスだこれも。いただきます。ああもう仕事したくないな。ここに住みてえわ。ここに住みてえわ。これなんですか。これねスパイスケースじゃなくてショットガンシェルのケースなんですよ。あ、サバゲー。そうそう、ショットガンの弾を入れるケース。
やっと今日の撮れたかった来たよこれ。あーすごい、やっとここでキャンプっぽい話してるレビュー系っぽい話になったな。でこれをなんかここバリッと剥がして、でこの国あのショットガンの弾、これ本当にいい、これ本当にいい。でこれがね奇跡的にあの100均のこういったあのオイルのこの入れたりするケース、これにもうジャストフィットだと思う。えこのケースはちなみにアマゾンで買えますか？これはアマゾンで買えます。あとでリンク送ってもらっていいですか？概要欄の方に貼っておきますので、はい、これマジでいいな。どうじゃん、これ何の肉ですか？ハラミです。あのごめんねおじさん仕様で。あ素晴らしい。もうハラミしか食べらんないのよ。ハラミ食べたい。いきますよじゃあ。はい、これなんですか？これね、秋駒さんとの思い出のね、はい、ネタなんですけど、初めて会った時に一緒にキャンプで、ね、泊まることはできなかったんですけど、はい、焼きガキをやったっていう、ママが一回も食べたことないっていまだに言ってくるやつ。絶対いいよ、ほらいい絵撮れるよ。それでいいのよ。視覚でやんないで。何が行われてるのか分かんなかった今一瞬。あ、いいね、うまいね、かけるの。ピュッピュタイプがいいんだろうな。本当ですか？秋山さんかけすぎだよ、今で。こいつかかってねえし。難しいな。これだからチャンネル登録1万人超えてる人。いや、やめろ。これね、思い出の品だから。あ、これと秋山さんの。これね。これでお腹壊すところまでは思い出しましょう。やめろ、フラグを立てるな。明日の朝ね、2人でね。いただきます。これ1年ぶりぐらいですかね。いや本当そうですね。いただきます。美味しいですか？笑っちゃった、笑っちゃった , 笑っちゃうんだよね、美味しいもの食べるとね。いやー笑みがこぼれる、ね、それは顔は映さないから。あ、すいません。面白いこと言ってくれるんだろうな。キモい、キモい。考えてる、考えてる、考えてる。早くコメント言え。いや、もう怖い。普通なんだよな、自分の時はな。自分の時はな。思い出の味なんでね。はい。いただきます。うん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 。あ、これ。中からじゅわっとね、旨味が出てきてね。まずいわけがないって。カメラに2つ向けてやめてもらっていいですか？最高。今日どんな夢見れそうですか？今日は確定。自分から使えないようにしていくスタイル。ケツ穴確定。うまいよこんなの。いただきます。うん、まずいわけがない。いいね、いいのいいの、こういう自由な感じでやっていきましょう。最高、キャンプ最高。まずいわけがない。ない、うまいな、引き出すの。ちょっとガオッチとちょっと、ね、ちょガオッチとチンチンちょっととかちょっととか言って。でもともと芸能人のマネージャーやったらそうね、あーだからか、付き人みたいなね。あんまいい話すんだよ、カットカットカット。じゃあちょっとあの日頃不満に思ってることとか。ガオチの、はい、ガオチ最近ねタムケン寄りなんだよ。タムケン、タマキャンってタムケンじゃねえよ。ちょっとネコイルチャンネルの存在を忘れ始めてる。あいつなんか踏み台にしてきてんだよね。ああ、え、何になろうとしてるんですかね。わかんないわかんないわかんない。美味しいとこもらおうとしてるんだよ。あ、ちょっと止めてもらっていい？はい。さて、これがボビコ肉ですか？ボビコ肉、ボビコ肉初めて食べるんだけど、食べていいですか？え、ちょっと待ってください。え、ボビコ肉初めて食べるんですか？あ、初めてです。え、今のお気持ち？いや、もうすごくドキドキしてます。あ、ちなみにボビってなんですか？ボービーっていう、はい、YouTuber がいるんですよ。あ、はい、嫁と犬がいる YouTuber なんですけど。嫁と犬、 Twitter でなんか毒舌キャラで売ってる、はい、人がいるんですけど、その人がなんか考案した肉らしいんですよね、はい、へー。それをちょっと初めて食べようと思います。あ、はい、よろしくお願いします、
どんな味なんでしょうね。じゃあちょっとこれね、いい感じに焼けたんでいただきます。これね、ごめんごめん、噛んだ瞬間にさ、旨味が広がってまずいわけがない。大丈夫かな、近所大丈夫かな。上を取るな、上を取るな。美味しい、うまいですよね、これ。うまい。これね、あの今日用意してないですけど、チーズとめちゃくちゃ合う。ああ、なるほどね。そらきゃん、何とか？これでちょっと酒とつまみ買ってきて。やだっすね。ちょっと足りなくなっちゃった。パワハラっすか？いや、パワハラじゃない。わかりました。素直。あのコンビニ近くにあるらしいから。僕帰っていいですか？ダメ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 。まだちょまだまだ付き合い。あ、本当ですか？よし、今日は焼肉キングだ。よろしく。お願いします。よし。元気だな。キャブ兵がやってたんですよ、あいつ。キャブ兵がやってたんで、ね、使ってる BGM もね、実は同じなんですよ。マジっすか。僕があのさ、これがうまいんすよ、秋山さん。わあ、いい感じで焼けてますね。いただきます。このね、ちょっとしょっぱいのを酒でこう流し込むのがもう最高にうまいっす。はい、うわ、これどこの酒ですかね。これはね、地元の限定のお酒なんですよね。おお、うん、近くのうちの近所のお酒屋さんでしか売ってない。もう見バレするんですけど。いただきます。あ、これね、めちゃくちゃ飲みチェイサーですよね。チェイサー。上田水のごとしよりも水のごとし。いや、間違いない。いや、最高。野営最高。お支払い方法をお選びください。現金を入れ終わりましたら、確認の上 OK ボタンを押してください。お釣りとレシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。お箸付けます。あ、お箸、はい、お箸いいです。すいません、やっぱりすいません、ありがとうございます。やれやれ、予算オーバーだぜ。買ってきた？買ってきましたよ。めちゃめちゃ遠かった。何買ってきたの？ちょっと見して。ちょっと暗いんであれなんですけど。うん、あのまずは食べ物って言ってたんで。うん、サキイカ。サキイカありだね。サキイカ。うん。サキイカね。サキイカね。でもみんなイカ好きかなと思って。うん、イカ臭いんで。確かにね、イカ臭いとこあるよね。はい、ささみチーズカツ。もう美味しそうだね。まあ、次、あの猫色さんってことなんでチョリソーを買ってきました。どういうこと？あ、大きさこれくらいかなと思って。やめろお前、バカにしてんじゃねえお前は。あとですね、あの普通に鮭ハラス焼き買ってきました。いや、そういうのが欲しいな。次、あの甘いもこしかあった時にドライフルーツで桃買ってきました。やっぱあの皆さん、あの若々しいんで。なるほどね。はい、桃子が好きかなと思って。桃さんね、桃さんね。いいよいいよ。こっからお酒なんですけど、まあ、淡麗。なんで発泡酒買ってきてんだろう。完全に酒飲まねえやつのチョイスじゃねえかよ、これよ。僕お酒飲まないんで、なんかお酒っぽいかなと思って買ってきました。これはね、趣味でやっぱりあのお二人若いんで、うん、あのカクテル。お二人の夜にカクテルと、うん、最高だと思います。うん、で次が、ジンビームです。うん、今日飲み切ってください。いや、すいません。これ何？これストレートロックで飲めって感じ？もちろんね、これね、うん、ちゃんとあの僕あの調べたんですよ、コンビニで。うんうん、あのジンビーム飲み方って調べたんですよ。炭酸って見たんで、ちゃんと強炭酸買ってきました。でね、まだあんの？あの食べ物が欲しいって言ってたんで、うん、やっぱつまみ？うん。気になるものって言ったら、
あ、これあのな何か書いてるかは言えないですけど、なんか、うん、あのつまみになるかなと思って。ここであのモザイクめんどくせえ。クスって書いてあるけど。ね、あでもほらほら見てください、このキャンプ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 の文字がありますよ。キャンプですね。キャンプの文字あります。これ野球の方じゃないですか。本当にお前やってくれたわ。はい、ということで今日の夜楽しんでください。そのセンスはガオチじゃない。ガオチじゃないね。いいですね。うん、これ総額4700円になります。お前、ね、オーバーしてんじゃねえかよ。はい。ではですね。煙で全く見えないんだけど大丈夫。ここから、はい、極上海鮮だしを使ってお鍋を作ってね、今日の宴のメインディッシュを作っていきたいと思います。はい、じゃあまずはソラキャンが入れてくれたお水を沸かしていきます。ここにですよ、はい、安丸だしさんの極上海鮮だしを入れていきます。これがなんとパックになってるんで、これを贅沢に2つ入れちゃいます。これでこちらの海鮮鍋を作っていきたいと思います。よっちです。お思いまーす思いまーす。みんなよっちさん大好きだな。あ、いいな、やっぱ分かってるよね。分かってる子にカメラ任すといいのよ。これそらちゃん時々危険なんだよな。確かに。安丸だしとの出会いを教えてください。安丸だしさんとの出会い？安丸だしさん？あ、高橋商店さんね。はい。あのね、DM が来ました。はぁ。DM で、はい。もう、もうやる。あなたが起こしたのは赤のケチャップですか、それとも黄色、いや白の。ではですね、出汁がちょっといい感じになってきたのでこちら入れていきたいと思います。このあちゃ、うわー、このね、あ、これ国産かな、からの鮭、ね、こう入れていきます。はい、はい、タラをね、はい、ちょっと溢れたらちょっと上飲んでください。確かにね、チューチューする、もっとチューチュー、抗菌チューチュー、ギリギリ表面張力、おーすごい、これで煮ていきましょう。さあ、ここから出汁を入れるわけですね。オッケー、出汁はもう入れてるわ。待ってるんですけど。皮膚も忘れた。あ、ひなちゃん、はなちゃん、はい、何ですか、なんで来たの。だってママが心配なんだもん。ママが心配なんだ。デレデレしちゃって何これ、まさかここまで大状態になると思わなかった。そうだよね、それが合わさってより深くなってる。塩入れればいい、確かに。寝ちゃうんだい、これでオーケー、完成。なんて名前ですか、これ、はい、なんて名前の料理ですか。安丸鍋、つらきゃ、食べて。よい、もうこれはだいぶいい出汁出てるよ、うん、シンプルな味付けだけど。あ、こちらタラいただきます。はい、いっちゃってください。うまそう。あったまる。じゃあちょっといただきましょうかね。あ、お分かりいただけただろうか。おっしゃ、いただきます。あ、うまっ。安丸だしがめちゃめちゃ効いてる。そしてこの牡蠣も入れちゃったんですよ。牡蠣いただきます。うわ、うまそう。まぐい。わけが、俺ね、鮭も入ってるんですよ。
鮭もいただきます。うん、パパ熱いの大嫌いなの。あ、お箸あるのかな。お箸ある。見て見てこれ、ハリボーのゴールドベア。いや、違う違う、あきこまさんのパスタ。ちょっと食べてみるね。食べるの美味しい。どうかな、いただきます。お母さんが食べるの次は。そう、うん、ご飯食べる。あ、決定で。うん、ま、美味しい。間違えた、まずいわけがない。いや、なんで間違えるんだよ。最高、あき天才だ。うん、よし、お肉と交換しましょう。はい。大きいよ。はい、噛んで、頑張れ。全部入る？入った。みんなまずいわけが？はい。おお。やってんの花。ソラキャンのメットじゃんそれ。どう、楽しい？ピースして。ピースだって。見る？恥ずかしい。やめなさい。そのまま帰んのかい。まずそれだけ撮影してさ。今日はなかなか濃い一日でしたよ。寝床がこんな感じ。で、秋駒先輩はこっち。もうすっかりチルタイムですね。チルタイムでございます。秋駒さんのチャンネルを見たことある方ならご存知の邪神像、生邪神像でございます。生ジャシンゾやばいですけど、マジでこれついにご対面したい。今ここに来てる人たち全員雨になりますからね。米食わないですけどね。キャンプで本当米食わないですよ。今日も食ってないですもんね。本当そうですね。さっきのお寿司ちょっと一個つまんだだけで。わー、シューゲーザーさん来た。あれ、シューゲーザーさん何やってるんですか。ま、待ってるんですけど。こんばんは、僕。トモさん、こんばんは。あれ、シューゲーザーさん待ってるんですけど。シューゲーザー、はよ。風邪気味なんで、今夜はゆっくりしてます。シューゲーザー。え、そうなんですか、シューさん。そういうとこっすよね。そういうとこなんですよ。なるほど。そういう系のキャラですね。それではじゃあ今からシューゲーザーさんのサイトを襲撃してきます。マジっすか。行きましょう。じゃあ行きましょう、行きましょう。シューゲーザーさんのところに、はい、邪神像を祭りに行きましょうか。確かにそれいいですね。この邪神像怖いな。暗くて何も見えない。なんかありますよ。なにこれ、なんか怖っ。なにこれ、怖いな。なんだこれ、なにこれ、こんな、お邪魔します。お邪魔します。来るんじゃないか。あ、でも整地されてますね。そうそう、すごい。ハハ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 ハ。次の忘れ物がね。
面白い。ピークとか言って。お邪魔しました。いやもう素晴らしいですね。怖いな、結構ね雰囲気あるんですよね。そう心霊系のね。深い森みたいな。うん。今はそうでもないですよね。ですね。ちょっと夜日が落ちてからちょっと怖いな。猫さん後ろ何何違う、やめてそういうの。そういう変なフラグ立てないで。シューさん早く来ないで。シューゲイザーさんには送りたいものがあるんですよ。これ。なんで縛られてんのこれ。分かんないですよ。ほらほら、キャンプ雑誌ですよ。本当だ。キャンプ雑誌ですよ。新規キャンプ事件とか。これこれこれ。これあのシューゲイザーさんのサイトに漏れなく置いておきますんで。はい、よろしくお願いします。はい。もやが。マジですかザコさん、そんなことないでしょ。え、ちょもう一回シューゲイザーさんと行きます。これで邪神像なかったらちょっと怖くないですか。ちょっとあるかな、なんかちょっとあれをやっぱ動かしたことによって心霊現象が起きてるのかもしれないですかね。ちょっともう一回シューゲイザーさんのちゃんと埋めとかなきゃダメ。確かに埋めて置いただけですもんね。ここに不自然な竹もあったりとかさ、何この竹。邪神像があるから。え？あれ？あれ待って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 。あれ邪神像なくないですか？あれ？え？あれ真ん中行きましたよね。あれここにえ？邪神像なくなってるんですけど。ちょっと待って。鼻水ですよ。え消えたよ？え、ここに置きましたよね。え？ちょっと代わりにじゃあちょっと。え？代わりに？え、ちょっと。ちょっと。ちょっと。シューゲイザー。ちょっと供物しとかないと。僕の方に帰ってきそうなんで。ああ。あ、じゃあこれ置いて行く感じですかね。そうですね。あれ？ちょっと待って、帰り道どっちでしたっけ？なんか。帰り道は。あれ？そっち。あれ？あ、こっちか。ここです。こっちか。ちょっとね、もうなんかすごいね。笑わさないで腰痛いで。もう、そうなんですよ。え、な、ちょっと待って、え、ちょっと待って。え？嘘でしょ？待って待って待って。あれ？あ、大丈夫ですか？あれ？これさっきありました、これ。え？何これ？怖っ。え？さっきここに祀ったピーパルの上に。あ、本物ですね。え？いや仕込みとかじゃないですよ、これ。え？戻ってきてくださったって感じ。戻ってきてくだ。怖っ、ちょっと、これ、ちょっと、消えましょう。こっちダメだ、これ。逃げよう、逃げよう。え？シューゲイザーさんのサイズ、ダメだ、これ。うわ、怖っ。いや、マジで怖いな。何、ここ。本当にびっくりですよ。何なかったの、急に現れましたね。いやーこれ怖いわ。いやこれは怖い。ちょっと無理ですね。ちょっと帰りましょう。あ、来ましたね。怖いんだよな、すごいなこれ。だからシューゲイザーさん来てほしかったんすよ。何の茶番とか。いや、アルジさんにだけは言われたくない、それは。アルジさんにだけは言われたくないけど、いや、茶番とかじゃないっすよ、これ、やばいっすよ。確かにさっきはちょっとシューゲイザーさんのコメントがなくなったんですよね。急に消えましたね。急に消えましたよね。うん、大丈夫かな？ライブが止まった？ちょっとなんか障害が起きてんのかな？大丈夫かなこれ。じゃあ最後に一回行きますか。じゃあちょっともうライブもだいぶね1時間ぐらい経ってしまうんで、じゃあちょっと最後にシューゲイザーさんのサイトを行ってこのライブ終わりにしたいと思います。映っちゃいけないものが映んなきゃいいけど、俺の人にはなんか襲いかかってこないといいんですけどね。いや本当ですね。
3回目なんですけど、ちょっと怖いんだよね。こっち見てるか。ちょっと待ってね。え？うわ、何？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 え？何？え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 ？誰ですか。皆さんこんばんは、シューゲイザーです。本当に来た。本当に来たんだけど。木の幹のままですよ。はじめまして。はじめまして。どうも、猫色チャンネルです。最後かもしれないだろ。だから全部話しておきたいんだ。